新潟のグルメ、映画、コンサート、イベント、アミューズメント施設などの新潟のあらゆる情報が満載された月刊新潟タウン情報。今年で創刊31年を迎える。その雑誌記者として活躍している山際聡、取材先の選定、アポ入れ、インタビュー、写真撮影、そして記事をまとめる作業などを行っている。そんな山際が目指すのは、雑誌に関していろいろなことをトータル的にコーディネートする万能編集者。今月の月刊新潟の関東特集を教えてください。はい、今月の特集は特集おもてなし上手になるです。おもてなしが多くなるこの時期にぴったりの特集です。エルベストエースは新潟で頑張る若者を応援します。山際聡、27歳、新潟市出身。4年前に株式会社ジョイフルタウンに入社。現在月刊新潟タウン情報のインタビュー、写真撮影などを行う雑誌記者として活躍中。そんな山際はいろいろなことをトータル的にコーディネートする万能編集者を目指している。取材、記事、写真、誰にも負けない編集者になりたいです。今日のエレベストエースは、万能編集者を目指す若者を応援する。この番組はダイエーダムズグループと ご覧のスポンサーの提供でお送りします。締め切りが近い朝の月刊新潟タウン情報編集部。山際は今日取材するお店の資料のチェックを行っている。おはようございます。今日はまず10時から新潟市内 の食堂の方にちょっと取材にさせてお邪魔させていただいて、その後は午後から牧町のちょっとショップの方へちょっと広告の方を構成見せに行きまして、その後吉田の飲食店にまた取材にお邪魔しまして、であと三条の飲食店にも2件取材にお邪魔しようと思ってます。今日の取材先は5件。初めて行くお店が多いので地図で場所を確認する。朝一番で会社を出発する。最初にお邪魔したのは新潟市新崎にある寿司処季節料理の三上。ご主人が自ら市場で仕入れる新鮮な魚介類を使ったお料理が自慢のお店。今日取材するのは日替わり定食と卵とじカツ丼。小学校時代からずっと野球を続けてまして、その頃から、野球に携わる仕事がしたいなと思ってまして、でスポーツ記者をやりたいなと思ってたんですが、それがいつしか記者、ライターという編集者という仕事にちょっといつしか興味が変わっていて、その時にこちら の求人の情報を見まして応募して、なんとか合格させていただきまして、入社することができました。憧れて入った雑誌の世界。正直結構一般的にはやっぱりその花形っていうか非常に人気のある職業だと思うんですが、実際のところやってみるとやっぱりもう私たちの仕事っていうのはあくまで脇役というか、あくまでメインとなるのはその紹介するお店であったり、物であったり、ニュースであったりであって、私たちはそれをあくまで伝える側というか脇役だなというか、なんか想像以上にやっぱり地味な世界でしたかね。あんまり言い方いいのか悪いのか分かんないですけど、最初は本当もう取材の仕方も分からなかったわけですし、カメラの扱い方も分からなかったわけですし、もう最初はけど本当全てが無我夢中だったんですが、その反面やっぱりもう取材するのが楽しかったし嬉しかったし、やっぱり写真を撮るのが楽しかったんですけど、逆にもう悪い意味でちょっとその作業にちょっと4年目5年目になってちょっと慣れてきちゃった部分っていうのは
どうしてもあるんですよね。まあけど今でも取材してるっていうか、やっぱりいろんな人と喋ってるのは楽しいですし、やっぱり写真を撮っててもどう撮ればもっと綺麗に写るかなっていうのは常に考えてますし、それを考えてるのも楽しいですし、なんでそんな大変だなとは仕事自体で思ってはないですね。どうでした1件目の取材は。1件目は非常に本当いい親父さんだったんで、非常にスムーズに取材が行ってよかったです。けどただちょっと量が多かったですいきなりもうお腹いっぱいになりました。一旦会社に戻り、次の取材の準備をする山際。鈴木編集長は山際の仕事ぶりをこう話す。いやもう本当がむしゃらなやつなんで、いやすごい助かってます。この仕事やってって言われて、あいつ嫌という言ったこと多分聞いたことないと思うんですよね。最近はやっぱりそのもうちょっと広い視野っていうかね、なんかそんなものもなんか見えてきたのかなっていう印象は受けますね。次に向かったお店は県内でもトップクラスのアイテム数を誇る巨大アメカジショップのメンズ大倉。この日は広告の構成の確認が行われた。撮っていいですか。うん、わかりました。次は吉田の駅前にある飲食店の方に口コミグルメというコーナーの取材でお邪魔しようと思ってます。まあ魅力を感じるお店ですかね。まあそれが味であったり雰囲気であったりご主人の人柄であったり、それはもう何かはまたお店によって違うと思うんですが、何かしらにちょっと魅力を感じるお店っていうのをやっぱりちょっと取材していきたいなとは思ってます。とにかく自分で動いて足で情報を探してくるしかないとは思っているんで、やっぱりもう常にまあたとえプライベートの時でもちょっと車を走らせてる時は例えば新しいニューオープンの花輪とかが出てたら、おお何だろうっていうふうにはやっぱり見ますし、やっぱり常にどっかに何か新しいお店立ってないかなっていうふうには常に気にかけて動いてるようにはしてます。うち の月刊新潟タウン情報の方についている読者ページ、読者はがきからもそういった情報がいっぱい寄せられてくるんで、そういった情報も大変参考にしています。純粋に読者の方っていうか一般の方に見てるよ見たよとか言われるのがまず純粋に嬉しいですよね。あと逆にお店の方にもよく載せてもらってよく載せてくれてありがとうとかそういったことも言われるのも嬉しいですし、やっぱりその読者の側とお店の側どちらからとも言われた時っていうのがやっぱり一番嬉しいですね。まあ正直すごくいっぱいあります。例えば今デジタルカメラで全部撮影してるんですが、撮影してきてそれをパソコンに取り込む前に間違って全部消しちゃったとか、アポイントを忘れてたとかあとインタビューをテープに録音したと思ってたのにそれが録音されてなかったとか、まあいっぱいあります。ラストいくよね。はい、行きます。 OK です。ありがとうございます。お手数おかけしました、はい、どうもありがとうございました読者の方からのこちらのチャーハンがとても美味しいというおはがきの方をいただきまして、そのチャーハンの取材にこれから行こうと思います。過剰に飾り付けしないっていうのはやっぱり非常に意識していますね。やっぱり読者の方が行ってみて、なんだ本と違うじゃんっていうことはやっぱり一番やってはいけないことだと思いますし、やっぱりその真実を伝えるっていうのが一番雑誌というか本の大事なことだ要素の一つだと思うんで、やっぱりまあ過剰な飾り付けをせず真実を伝えると、それでいてあと魅力を感じるような紙面を情報としてちょっと皆さんに伝えていけたらなと思ってます。基本的に負けず嫌いな性格なんでしょうね。やっぱり自分ができないことがあるっていうのが
なんか悔しくて、やっぱりこの仕事に携わってるからには全てのことをやってみたいっていうか、やっぱり全てのことができるようになりたいって思うようになって、でやっぱりそうなるとやっぱりインタビューもやってみたいし、カメラも撮りたいし、当然あとそういった広告営業もやってみたいしって思うようになりましたね。万能編集者、まあ、全てができるようになっても全てが50点じゃ正直あんまり意味がないと思うんですよ。やっぱりその全てをやの一つ一つの仕事をやっぱり100点目指してやっていくには、一つ一つの仕事を大事にきっちりとそつなくこなすんじゃなくて、一生懸命一つ一つやっていくっていうのが編集者になるための近道なのかなとも思ってます。ありがとうございます。5件の取材を終えて会社に戻ったのは夜の10時前。やっぱこれからもガンガン突っ走ってほしいですね。ええ、本当突っ走るやつなんですけど、彼がこう突っ走るのをやめちゃったら、こうなんかうちの会社も止まっちゃうような気がするんで、ええ、ある意味彼がこう動かしてる部分も結構あったりもするので、本当これからもガンガンと突っ走って、それにつられて僕らもあやるかみたいな部分に なる時もやっぱ本当あるので、あのパワーでこれからも突き進んでほしいなと、はい、思います。そんなすぐに1年後2年後とかになれるとかは全然自分でも思ってないんで、やっぱりまあけどかといってなんか目標は常に高いところに持っておきたいなとは思うんで、やっぱりそれがもう何年かかるかわからないんですが、やっぱりその階段を一歩ずつ登っていけたらいいなと思ってます。記事、写真、取材、まあ、全てにおいて100点というか誰にも負けない編集者になりたいです。何年かかるかわからない、夢は万能編集者。今新潟の街っていうのはちょっと元気がなくなってきてると思うんですよね。やっぱりこの仕事をしてるせいもあるんですけど、それがちょっと見えてきちゃうっていうか、なんで、まあ、僕たち世代が新潟の街をもっと盛り上げていかないととは思うんで、そういう意味でも僕たちが頑張って街を活性化させていきたいなとは思ってます。みんなで新潟の街を盛り上げていこう。頑張れ新潟、頑張れ山際。